か。えい、ヤシノさん。レシーが、これ E がね、飛び込んでくれるからね、ウルト使いやすいんだよね。あ、死んだけど。あ、これ足守るべきだったね。でも、ウルトが完璧。これはね、マジで完璧だと思った。はい、こんにちは。初心者5人で、リーグオブレジェンズ始めました。アドバイスなどがあったらコメントで教えてください。自分たちの試合をリプレイで観戦していきます。今回は私がガリオミッド、シャーペンギンがガリオミッドをやって、Sランクを取ったので、みんなで見ようという回です。サモナーズリフト、どれどれ見させていただこうかしら。いやー、ガリオね、やっと使い慣れてきて、ガリオみたいなね、こうグローバルアルティメットがあるタイプをやると、グローバルアルティメット、足もそうじゃん、どこにでも打てる系、遠隔アルティメット、範囲の限界がない、制限がないというか、範囲の制限はあるんだけど、遠くの方まで影響を及ぼせるアルティメットを持ってると、マップをね、こうちゃんと見るね、癖がつきます。なるほど。ぜひみんなね、練習した方がいい、いろんなチャンピオンを。それは確かにそうだね。うん、ミッドレーンは敵ジャングルがいない方向に体を寄せる。だからレーンのこの右側、今ど真ん中にいるけど、右端に体を寄せといた方がいい。左にジャングルがいるって分かったら。なるほど、なるほど。分かんないこと結構多くない？まあ、それは分かるように頑張るんだよな。今の場合は見えてないんだよね、本当はゲーム中は。ゲーム中もラプターにワード置いたから、まあ、見えてるんだ。その時たまたま発見したんだ。そこに、あ、クマさんいるわ。ラプターとかに置けると、ラプター買ってるか買ってないかでどっちスタートか分かる、まず。そうですね。それから、どっち側にいるかもしれないなっていう予想が立てれる。プッシュを押せてないとあれ置けないから、あの位置は、うん、ウェーブを押すか、ウェーブを押せてないとあの位置に置けないから、うん、5秒に1回このおいしょっていう AA に変わるんだよ、うん、ガリオは。これが範囲攻撃で、しかも魔法攻撃が乗る、物理ダメージじゃなくて。そう、マジ、うん、魔法で殴ってるんだ。魔法で殴ってるね、ヨネ対面もね、なんか相手がビビってくれて、こう引いてくれたんだけど、勝てるかどうかいまいち自分は知らなかったわ。な、引いてくれるってことは勝てるんだなと思って強気に出てたけど。なるほどね。っていう演技かもしれん。自分みたいな初心者は殴り勝てる相手にもビビって引いちゃうからね。ね、うん、それはどっちだったのかわからん。なんかぶつかってみたら、あれ意外といけたってことがたまにある。たまにあるね。ブルーチームがドラゴンを倒しました。早いドラゴン。で、ガリオは、あれ、アフターショックなんだけど、ルーンが、メインルーンが。どんなルーン？この時は、ルーンの効果自体は、相手に、行動妨害を入れると、ノックアップとかを入れると、追加ダメージを、と、その後自分の、防御力、魔法防御力が上がるっていう効果なんだけど、この試合をしてるときは全くその効果を知らず、適当に使ってたわ。だから CC から入ると、自分の防御力も上がるし、相手にダメージも入る。ボットで戦闘するみたいなので、いきます。あ、チンピラの女の子が絡まれて飛んでいくと、いらなかったわーって言ってる。いいもいたからね。全部ヒーロー遅すぎですよ。全部食ってかれた。私が来た。スマちゃん、もう一回いい使おっかな。いや、好き、面白かった、面白いし好きだ、ね。ブルーチーム、何もこう、これゲーム、このゲームやっぱチーム構成が大事だから、キャリーするチャンピオンっていうのはそんなにいらない。2人ぐらいいるわ。このチーム、このゲーム構成だ、チーム構成だったら E とアッシュがキャリーだよね。ドーン、
ドーン。ダメージ取れて楽勝。転がちじゃないですか。そりゃもうヨネはもう無理だわ。俺心折れますよこんなん。結構来るけどね頑張って。えらい。いいメンタルの持ち主だ。君なら社会でも生きていけるぞ。どうなんだろうねこれ勝てないのかな。いや意外と別にそんなことないと思うんだよねやってて。ガリオがめちゃ強いとかそんなことはないと思う。まあ、あれ特大サイズだろ。あれはギネス乗っていいよ。ドーン。ドーン。ドーン。いやー、ナイスー。うまやってったから。あれ、いきなりマップ上の違うところにドーンってすんのはビビるな。いや、使われたかもな。いや、あれ出るよ。マークが出る、地面に。あ、マークは出るんだ。うん、一応。あんな交通事故だからな。交通事故。疲れた側は。交通事件だろ。あこっちはヘラルド。ヘラルド先生が。ドーン。これはまあヘラルドでトップを阻止してる間にドラゴンを取りましょうっていう作戦なんだろうな。はーい、ソロキル。早いね。ここヘラルドがもう一発入れてくれそうだな。これは。このソロキルはでかいね。はい、命がけ。ドーン。あー。ありがとう。十分だ。十分な役割。レッドチームのタワーが破壊されました。ここでボリビアが孤立。ただ押し切れないか。変えるか、変えるか、ボリビアを抑えに行くか。行きますね。やっぱ。喧嘩を売りに行ったね。いやーね、このやっぱマップをちゃんと見ようっていう意識がね、でかいっす。ハロー。あ、フラッシュだ。いらなかったね、多分ね、これも。ああ、まあ、向こうはもうボットを押すんだね。トップは負け、チョガス、トップ捨てたのか。あ、まだ、チョガスじゃないですか。チョガスいる。ういぃ。ちょびっと大きくなってんだ。大きくなったね。まだまだじゃん。これでフロントラインがいるから、足が無双ですよ。お強い強い強い、いい足だね、いい足だね。ぜひうちのチームに欲しい。うちのチームの足誰だったっけ。おい、クマがすごいもんな。この時計完璧だったタイミング。ハンクやってんだもんね、完全に。おい、だって5体落としてる間ずっとタンクやってんだよ一人で。強いっす。すごいわ。あ、タヌキや猫だと思ってた。お、今だぞ。アライグマでしょ。もう体当たり強い。いや、あれはマサイが全部やってるはず。またアシストだけもらってる。シビレーザー。えい、アシのスタン。で、E がこれ E がね飛び込んでくれるからね、ウルト使いやすいんだよね。あ、死んだけど。あ、これアシ守るべきだったね。でもウルトが完璧。これはねマジで完璧だと思った。素晴らしい。ブルーチームでトリプルキル。足も生きてるし。まあ、こんだけやってキルが1個も入らんけど。アシストか。まあもう周りを育てるって割り切って戦えば。さっきのウルトワがあれだから、ハイライトだから。このままドラゴンからのヒット。いけ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 、あの外役猫のウルトが。ブルーチームのトリプルキル。いやー強いわ。いいわ、こうやって育つんだっていうばかりの。移動速度早すぎだろ、バルモンかよって。でも、ADC は2人いるようなものだからね、もうこれ。バケモンだから片方。レッドチームのインヒビターが破壊されました。これでまあティーモは一人で勝手に育ったけど、ボットはもう俺が育てたって言えるでしょ、ね、胸張っていきましょう。これはこれね、この試合ねめちゃめちゃうまかったんだよね。これ俺うまくねって言いながらやってるから。あ、早い、はい、GG、最後まで見ていただいてありがとうございました。Twitch で生放送してるので、見に来てください。ではでは。